無駄だ、死ね剣士郎。次は誰だ、トキかラオウか。おごるなサウザー、貴様の体の謎はトキが知っておるわ。来るな、では仮にトキ。もしや飛行を。お前の鼓動と血の流れが俺に謎を解かせた。何を戯れてる。終わった。心臓の位置も逆、そして飛行の位置も表裏逆。それがお前の謎だ。さすがに北斗神拳伝承者だな、剣士郎。ならばこちらも南斗極星の剣の伝承者として奥義を尽くさねばなるまい。南斗鳳凰拳奥義天正十字法。帝王の剣南斗鳳凰拳に構えはない。敵は全て下郎だが、対等の敵が現れた時、帝王自らが剣を捨てて立ち向かわなければならぬ。すなわち天正十字法、帝王の誇りをかけた腐敗の剣。ならばその礼に応えてやろう。真剣飛翁儀天派の構え。北斗七星は天の将士、天乱れた時天を破ると言われる北斗神拳究極の飛翁儀。互いに剣の飛翁儀を出した。あとは二人の能力が勝敗を分けるのみ。行くぞ剣士郎。天空に極星は二つはいらぬ。なんと乱れる時北斗は現れ、北斗の影に怯え今日まで沈黙を強いられてきた南斗の先人たち。だがそれも今日終わる。陶器を持って飛行をつくことにあり、小生落ちるべし。飛行の謎を覆う鎧は剥がれた。もはや貴様は裸の常人に過ぎぬ。たとえ飛行が判明しよう、俺を倒すことはできぬ。
飛ばず。貴様は翼をももがれたのだ。そうか、鎧も剥がれ翼までもがれたというわけか。だが俺は聖帝サウザー、なんと六星の帝王。光ぬ、こびぬ、顧みぬ、帝王に闘争はないのだ。北斗、無常猛獣犯。貴様は普通の馬の無条件か。この俺の姿勢そこで見送るのか。夢がついえたか。最後にお前に聞きたいことがある。愛や情は悲しみしか生まぬ。なのになぜ悲しみや苦しみを背負おうとする。悲しみや苦しみだけではない。お前もぬくもりを覚えているはずだ。お前の命はもはやこれまで。一番死にたいところで死ぬがいい。北斗神拳伝承者、俺が叶う相手ではなかった。見て、聖帝の顔。顔から剣が取れて、子供のように。おじさん、昔のように。もう一度ぬくもりよ。悲しい男よ。誰よりも愛深きゆえに。あれは十字領の頂から違う。また会おう。